ワールドカップ日本勝ちましたね。いや素晴らしい。本当に見てて楽しかったわ。楽しい試合でしたね。なんか同点になった時ヒヤヒヤしたけどね。確かに大阪は半端なかったですね。みんな言うんですよね、これから何人かで僕も見てたんですけど、はい、やっぱ自然とハイタッチって出るんですね。そう、もう心の奥底からのハイタッチが、はい、だって街中で知らない人とやってましたもんね。すごいなと思って、となると明日のセネガル戦、そうですよ、これもみんなで応援しなきゃいけないですね。応援しましょうね。またあの、はい、埼玉出身のね、その、西野監督、うん、それから、原口さん、うん、川島さん、うん、まだ埼玉ゆかりの選手たくさんいますからね、みんなで応援したいと思います。はい、さあ今日も後半に素敵なプレゼントのお知らせがあります。ぜひ最後までご覧ください。最初のコーナーは金井君。はい、シリーズ旬の町探訪で私が行ってきたのは熊谷でございます。熊谷といえば、うん、全国でも暑い町として有名ですもんね。そうなんですよね、やっぱりイメージ、これから、ね、夏に向けて気温も上がってきますけども、どんどん上がってきますから、はい、そんな、ね、暑いイメージがあると思うんですけども、はい、今回は私は熊谷の涼しい一面を巡ってきました。どうぞ。ひんやり。ということで本日熊谷市気温は 20.5 度でございます。今日はねすごい過ごしやすい感じなんですけども、11年前ですね、熊谷では 40.9 度という当時過去最高気温を記録したんですけども、まあ皆さんもね熊谷市といえば暑いというイメージあるとは思うんですけども、ただですね熊谷、私が思うに日本一涼しい街道というのがあるんですよ。すぐそこなんで早速行ってみたいと思います。こちらがおそらく日本一涼しい街道なんですけども、実はですね熊谷の老舗デパート八木橋百貨店の中なんですが、そちらに中山道があるんですね。中山道は江戸時代江戸と京都を結んだ道。熊谷は江戸の日本橋から数えて8番目の宿場町でした。八木橋百貨店は1897年に呉服店として熊谷で開業。その後埼玉県で初めての百貨店となり、今でも地元の人に愛されています。今のように中山道を取り込む形になったのは1989年に改築された時だそうです。旬の町探訪熊谷、いやー涼しい始まりですね。幸先がいいです。続いて向かった先は八木橋百貨店から歩いて5分ほどの場所、成蹊園です。成蹊園は明治初期に熊谷の産業や土木に大きな功績を残した地元の名士武井丹女が作った別邸です。池を中心に庭園が作られ、今の季節もいいですが秋や冬もまた違った表情を見せて素敵ですよ。現在は熊谷市が譲り受け一般に開放しています。ねえ綺麗。うわここ本当熊谷ですか。雰囲気でなんか京都みたいな感じですけどね、建物も趣があっていい味出てますね。いや本当どこ切り取っても絵になりますよね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、成蹊園にようこそ。ありがとうございます。こちらで今日お茶会をやっておりますので、はい、ぜひ参加されてはどうですか。お茶会ですか。はい。ちょっと僕お茶会にしては派手な T シャツ着ちゃってるんですけども。いや大丈夫です。こんな大丈夫ですか。これで。はい大丈夫です。あ、わかりました。じゃあぜひ参加させてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。誘っていただいた成蹊園楽しいお茶会は年15回ほど行っているイベントです。会場はこの成蹊園にある建物。今回はここ成蹊寮駒です。これが入り口のにじり口というところになります。にじり口、はい、こんな本格的なお茶会は初めてです。作法について教えてもらいながらお茶をいただきます。大丈夫ですか。はい大丈夫です。ありがとうございます。本日はようこそお越しいただきましてありがとうございます。すごい本格的なのね。本当そうなんです、うん、緊張ずっとします。一つ一つに作法があるんで、うん、けどねなんかここまでしっかりしたことってできないもんね。そうなんですよ。もうでも本当心がすごくね現れる感じでしたよ、うん、
かがでしたか。美味しゅうございます。はい、すごい深みがありまして、うん、はい、そうですよね、はい。いやでもずっとこう川の美しい音色が外から聞こえてきてますけども、はいはい、ここに滝がありまして、はい、川があります。本当だ。もともとこの定型園の中心にあった玉の池なんですけども、はい、あの1960年代ぐらいまでは自然の湧水があったんですけども、はい、枯れてしまいまして、まあ、あの電動で汲み上げている滝になっています。川の音を聞くとですね、涼しくなるっていうのがあるかもしれません。本当そうですね、はい、音聞いてるだけでなんかこう涼しげなというか、はい、茶室で心も涼やかになりました。緊急指令です。武蔵富美男探せということで、この武蔵富美男というちょっと親戚のおばあちゃんみたいな名前ですけども、見てください、このトゲもちょっと怖そうでね、見た目危なそうな魚ですけども、この武蔵富美男探し出したいと思います。間違えた、こっちだ。すごい綺麗な川ですよ。水も澄んでて。あ、こんにちは。こんにちは。今何をされてるんですか。今ね、はい、武蔵富美男の住んでるちょっと水草の様子を見に来たんです。あ、ってことはやっぱりここに、もう世界でここだけです。うわすごい、世界で熊谷だけ。そう。すごい、じゃあ貴重な魚なんですね。熊谷の宝ですよ。なるほど。そう話してくれたのは武蔵富美男を守る会の会長の江守さん。1987年に作られたこの会では、武蔵富美男の住むこの川を守るため定期的に川の草刈りや清掃、パトロールなどを行っています。昔はね、はい、どこにでもいたらしいです。当たり前にいるぐらいの魚。当たり前に田んぼや何か田植えするって言ってもいるし、はい、どこ行っても水のあるところにはどこにもいたんですって。へー、昔の人が言うには。なんで少なくなっちゃったんですか。少なくなったっていうことは、はい、家庭排水です。一番の原因は川が濁っちゃったりして、濁っちゃってどんどん減ってって一番良くないんです。武蔵富美男は環境省の絶滅危惧種に指定された綺麗な川でしか生きられない魚です。現在は地下水を汲み上げ、綺麗な冷たい水がこの川を流れるようにしています。冷たいですよ、すごく冷たいから。あー冷た、うわー、でも夏とか気持ちいいですね。夏は気持ちがいいです。いやでも武蔵富美男いないですね。見えませんか。見えないですね。あの武蔵富美男っていうのはすごくね、はい、デリケートなんですよ。人の話とか、はい、そういうのもデリケートで、もう草むらに入っちゃう、まあ、1時間ぐらいあのじっとして誰もいなければ出てくるかもしれませんよ。1時間以上ですね。どっか見れるとこないですか。川で探すのは諦めて、保護センターで展示している武蔵富美男と対面しました。これが武蔵富美男です。うわ、やっと出会えた武蔵富美男。あ、でもちっちゃくて可愛いですね、この近くで見ると。トゲはどこにあるんですか。背びれと、はい、あの腹びれですね。背びれと腹びれ、トゲを出すっていうのは、はい、危険な人が来た時とか警戒心があるんです。武蔵富美男は1991年埼玉県の県の魚に指定されました。とにかく武蔵富美男はあの環境にいい魚なんですよね。私たちが生活にもそれが来るは戻ってくるわけですよ。一生懸命やればやるほど環境が良くなるっていうんで一生懸命守ってます。なるほどね。だから武蔵富美男を守ることでこの町自体がこう綺麗になってね。そうなんです。生活環境が良くなってる。だから熊谷市の私は宝って言ってるんですよ、ここが、はいはい、清流に住む魚で熊谷市の宝で、これを今生きてるね子供たちにあの未来へつなげていきたいんです。それが一番。なるほど。武蔵富美男の住む綺麗な川を守る熱い思いを聞かせてもらいました。いやー、そろそろ冷たいものでも食べたくなってきましたね。はい。お、なんだこの登り、熊谷かき氷雪熊。これどういうかき氷なんですかね、気になるな。はい、こちら雪熊と言いまして、はい、熊谷市でしか食べられない旬のものになります。あ、これ旬のものなんですか。はい、こちらで出しておりますので、どうぞ。あ、いいですか、はい、ありがとうございます、はい、お邪魔したのは熊谷市宮町にある三河屋さん。奥にある喫茶スペースで雪熊が食べられるんです。
自然と呼び込んでもらったんですけども、あのどちら様ですか？はい、私は熊谷市スポーツ観光課で雪熊の企画をしている吉田と言います。はい、店員さんじゃないってことですか？そうなんです、違います。熊谷市で企画をされてる？そうなんです。暑さ対策としてかき氷をブランド化しました。はい、そうなんですか。はい、知らなかった。なんか他のかき氷とはこう どう違うんですか？はい、雪熊には条件が3つあります。はい、1つ目が熊谷の美味しい水を使った氷を使っていること。で、2つ目が雪のようにふわふわに削ること。うわ、はい、で、3つ目が、各店舗がオリジナルのシロップとか食材を使っていることになります。何ですかその幸せの3点セットは。早速こちらのお店の雪くまゴンゾーをいただきます。すごいボリューミーですね。すごい小豆と白玉も贅沢に乗ってますよ。溶けてしまいますので、はい、どうぞ召し上がってください。あ、いいんですか？はい、すいません、いただきます。あー柔らかい。聞いてくださいこの音。おー、本当にふわふわなんですよ。おいしい。これはおいしいですね。かかってるソース、シロップ、これが本当食べたことないような味ですけど。このシロップは熊谷市にある権田酒造さんの酒粕と練乳で作られているんです。そこで名前を権田酒造のゴンと三河屋さんの身を取ってゴンゾーと名付けたんだそうです。酒粕入ってると思うんですけど、その中にもちょっと甘みみたいのがちゃんとあって、ちょっと大人な味というか。甘さはついている練乳をかけることで自分で調整もできるんですよ。今年は市内で27店舗が参加しておりまして、はい、こちらが雪熊のチラシになります。たくさんあるんですね。すごいいろんな、あ、すごい、これ雪ホタル。はい、いかにもインスタ映えしそうな。そうなんです。こちらあの熊谷さんのブルーベリーを使っている、はい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 、シロップになっていて、はい、すごく美味しいです。あ、うわ、え、1500円、1500円一杯。そうなんです。結構お高いですよねこれは。はい、あの桃を丸ごと1個使っている贅沢な雪熊になっていて。なるほど、はい、プレミア感がすごいですね。じゃあ、ね、これ頼まれたことあります？あります。うわー羨ましい。はい、もう贅沢にも使っている感じで。なるほど、はい、じゃあ1500円でももう損した感じ全くない。はい、1500円の価値あります。うわ、全部行きたくなっちゃいますねこんなん聞いちゃうと。もう一つ、はい、おすすめのものがあるんです。まだあるんですか？はい、ありがとうございます。これは何ですか？これはですね、はい、熊谷さんのお米から作った麹を使った甘酒オレになります。甘酒？はい、甘酒ってだってこう冬のイメージじゃないですか？甘酒はもともと夏バテ対策として親しまれていたので、はい、熊谷の暑さ対策として熊野麹という名前で市内のお店さんに麹のスイーツを提供してもらってるんです。じゃあもう市が温度をとっていろんなことをやってるんですね。はい、そうなんです。じゃあちょっと早速飲ませていただいてよろしいですか？はい、ありがとうございます。あ、すごい、こうさっぱりしてますね。はい、麹の自然の甘みで甘くなっているものなんです。うん、あ、そうなんですね。はい、じゃあもう本当に余計なものは入ってなく。そうですね。うわー、いいですね。もうここでしか飲めないわけですよね。そうですね。うわー、これはぜひ皆さんも来て実際飲んでみた方がいいですね。美味しい。暑い熊谷の涼しい一面をたくさん見つけることができた一日でした。いや、なんか僕熊谷って暑いイメージあったけど、なんか一番涼しい場所なんだよ。実はね、これ知られてないと思うんですけど、ね、いいな、楽しいお茶会も良かったです ね。そうなんですよ。そしてですね、はい、次は熊谷のうちわ祭りの2日目、7月21日にうちわ祭り茶会として椅子に座ってお茶を楽しめる気軽なお茶会がありますよ。ですね、はい、いいですよね。雪熊が気になりました私は。そう、あれね、めちゃくちゃ美味しそうだったね。何杯でもいけるような美味しさでしたからね。はい、今回はですね、はい、三河屋さんのゴンゾーをいただきましたが、はい、他にも26店舗で行ってますから、食べ歩きなどもぜひしてみてください。ただね、松井さん VTR 見ながらね、よく言ってたと思うんですけど、
熱い。熱い男。ちょっと熱い男。苦手そうな感じですね。ねえ。いやただね、僕も熱いんですけども、はい、僕なんかよりも熱いことがこれからあるんですよ。おお、何何はい、熊谷ではですね、ラグビータウンとして盛り上がっていまして、はい、今日午後1時45分から、はい、熊谷駅直結のショッピングモール、アズ熊谷では、うん、パブリックビューイングが行われ、はい、日本代表の試合を観戦できます。はい、これ盛り上がるよね。はい、パブマンなんで、みんなで入りたいなんですが、応援しましょう。ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。続いてはウィークリーピックアップです。松井さん。はい、お伝えします。未来のパラリンピアン、埼玉パラドリームアスリートの認定式が16日に行われました。埼玉県は今年度からパラリンピックに出場、活躍が期待される県ゆかりの選手を埼玉パラドリームアスリートに認定し、特別強化費の助成や専門家による支援で選手たちを応援していきます。式で上田知事は選手たちに認定証を手渡し、多くの人に夢や希望を与えられるよう頑張ってもらいたいと激励しました。今年度のパラドリームアスリートは車いすテニスの田中真奈美選手やボッチャの高橋和樹選手、陸上走り幅跳びの小久保寛太選手など15の競技で25人が認定されました。今この場に立たせていただけているのは、アスリートとして出れるようになる前から支えてくれた多くの方々、企業様のおかげです。2020年東京パラリンピックの出場に向け、他のアスリートの手本となるように日々邁進してまいります。以上、ウィークリーピックアップでした。今どき埼玉、今だま。皆さんがあの環境を守ってくださってるね。ありがたいです。続いてのコーナー、小坂井くん。はい、突然なんですが、はい、皆さん学校給食の思い出ってあると思うんですけど、それぞれありますね。はい、これはなんかある。僕とかは狭山出身なんで、はい、この番組でも取り上げましたけど、狭山茶オレっていう、飲み物、抹茶ミルク、はい、あるんだ。給食で出てたんですよ。すごいですね。はい、僕飲み物で牛乳、あれコーヒー牛乳の日あったじゃん。あれすごい嬉しかった記憶。当たりみたいな日ですね。当たりみたいな。そうじゃね、それでいうと揚げパンとかも天才だったね。ありますね。なんかやっぱそれぞれに給食って思い出があると思うんですけど、実はですね、埼玉県ではこの食育月間の6月と収穫の秋の11月を彩の国ふるさと学校給食月間としています。今回は県内にある給食にまつわる施設と県内の小学校の給食事情をご紹介します。学校給食は明治22年山形県の小学校で貧困家庭の児童を対象に昼食を無償で提供したのが始まりとされています。およそ130年の歴史を持つ学校給食の移り変わりを展示する資料館が埼玉県内にあるんです。それが北本市にある学校給食歴史館。全国でも珍しい学校給食に関するこの資料館では、給食の歴史を伝える年表など貴重な資料が展示されています。中でも見どころなのは、年代別にずらりと並べられた給食献立のサンプル展示なんです。こちら、あー楽しそう、これずらっと並んでますね。日本で最初の給食である明治時代のおにぎり2つと塩酒、漬物から始まり、平成の現在まで給食献立の歴史が一目でわかります。うわー、豪華。師匠、はい、だし粉には飲んだことありますか？ないないない、さすがにない。僕より先輩かな。先輩ですか。これはこれ竜田揚げです。クジラの肉の、はい、これね、形が出たな、はい、なるほど。あ、で、あの献立同様に慣れ親しんだ食器類、これも数多く展示されています。お盆やお皿など時代を経て素材が改良され、より軽く扱いやすくと子どもたちにも優しくなっているんです。松井さん、この先割れスプーンとか使ってませんか？使ってました。これね、便利なんですよ、万能なスプーンで。懐かしい。で、館内ではこの他に、給食風景の写真展示コーナーや資料室もあって、うん、昔の教室風に木製の机と椅子が置かれたライブラリーでは、給食指導用の教材などを映像で見ることもできます。
2010年の開館以来年間の来館者数は増加傾向にあり、毎年夏休みの時期になると自由研究などの子どもたちで館内はにぎわいます。ね、大人の方も給食の歴史を振り返って、今まさに師匠おっしゃったようにノスタルジーに浸ってみるのもいいのではないでしょうか。続いては現在の給食事情についてご紹介しましょう。ここで一つクエスチョンです。皆さん、甲子園といえば何を思い浮かべますか？高校野球、うん、野球、ね、そうですね、はい、うん、あとダンス甲子園とかもありますね。そう、それぞれいろんな甲子園あるんですけど、実は学校給食にも甲子園あるんです。全国学校給食甲子園は1年に1度の学校給食の全国大会です。すごいな。全国の栄養教諭、調理員などが作る独自の工夫がいっぱい詰まった栄養満点の給食を、栄養学のプロや食べる立場の子どもなどが審査します。お子さんも審査します。でこれ12回目の開催なんですけども、はい、うん、2017年の大会では全国2025校の中からなんと埼玉県の小学校が優勝しました。すごいすごい。その優勝校がこちら、小瀬町立小瀬小学校。豊かな自然に囲まれた小瀬小学校は全校児童370人の公立小学校です。甲子園優勝のメンバーは栄養教諭の小林洋介さんと調理員の三好圭一さん。小林さんに甲子園優勝の勝因伺いました。合成の、食材を、生かした献立作りができたことなんじゃないかななんていうふうに思ってます。審査員の方たちからは生産者の顔が見えてくるような献立だったななんて言われたのが、とっても印象的で、自分自身も生産者の方たちの顔っていうのをとてもね大切にしているので、そういうところが評価されたっていうのは本当に嬉しかったです。甲子園では地場産物を使用し、その特色を生かした内容であることや郷土愛を育む献立であることが審査の大きなポイントになります。優勝した献立がこちら、小瀬名産の梅や柚子など地場産の食材をふんだんに使用しています。また和え物は町内にあるツツジの名所五大村のツツジをイメージしています。おしゃれですよね。でスープもあるんですけど、スープは世界最小のパスタクスクス入りで、こちらも町内にある県内最大のクスの木、上八の大クスを表現しています。すごいな。町内の名所を献立に取り入れることで郷土愛を育んでもらうのが狙いなんですね。また審査では安心安全に配慮されているかというのも評価の対象になっているようです。大瀬小学校で調理員のチーフとして働く三好さんに、普段から心がけていることを伺いました。子どもたちの直接口に入るものなので、例えば髪の毛とか虫とかそういったものが入らないように安全なものを届けれるようにということは心がけて作っています。作業の流れだとか時間配分とかそういったものを声かけを常にするようにして、みんなコミュニケーションをとって、間違いのないようにというのは作りながらやってます。衛生管理には徹底してやってます。安心安全に十分配慮された給食は小瀬小学校内で食べる分だけではなく、小瀬町立梅園小学校の子どもたちが食べる分も含めて毎日500食近くが作られているんです。100食、はい、また毎日の献立にもこだわりがあるんです。普段からの給食っていうのが本当に大切だと思うんですね。なんでいつもの給食が本当に子どもたちにとって日本一の給食になるように、毎日の献立を本当に一生懸命頑張って考えて、作り手は本当に一生懸命作ってますので、ご覧ください。こちら6月の献立表なんですけど、はい、ほとんど同じ献立がありません。ちなみに取材にお邪魔した日のメニューがこちらです。そう、学校の畑で1年生が収穫した新じゃがいもを使った煮物に、はい、小瀬さんの柚子を使った和え物、はい、でご飯も町内で作られたブランド米、はい、サイの絆を使用しています。サイの絆、サイの国ふるさと学校給食月間にちなんで地元産の食材をふんだんに取り入れた献立になっているんです。美味しそう。梅干しがいいね、小瀬、うん、だから羨ましい。いよいよ子どもたちが待ちに待った給食の時間。
給食当番がエレベーターで運ばれてきたカートを受け取り教室へと運びます。この姿も懐かしい、懐かしい。で全員に給食を配膳したところで、はい、校内で作られた出来たての給食を美味しそうに食べる子どもたち、いい顔で食べてる、ね、食べ残す子どもも少ないそうですよ。小瀬小学校の給食はどうですか？いやもう最高っす。栄養がとっても取れるから嬉しいです。味とか子どもたちに合うように一生懸命作ってくれるところがすごく嬉しいし美味しいです。栄養教諭の小林さんも自ら教室へ足を運び子どもたちの様子を伺います。今日の給食の反応っていうのがやっぱり見たいので行っています。で子どもたちから美味しいって、言われるとそれが自分の励みになるので、まだそれ楽しみで、あの自分のために行ってるっていうのは結構大きいかなと思うんですけど、まあ、給食っていうのはたくさんの人の努力によってできてるものなんですね。そういうね、あの作ってくれた人への感謝の気持ちとか食べ物に感謝をできるような子どもに育って、行ってもらいたいなっていうふうに思ってます。このいろんな歴史が積み重なって今の給食があるんだよね。学校給食が、いや今の小学生、はい、僕よりいいもん食べてます。今の僕より全然いいもん食べてる。美味しそうだね。やらしい、またさ、あの地場産の、ね、食材が多く使われているっていうのもいいことですよね。で最初にご紹介した学校給食歴史館なんですけども、はい、北本駅からバスで15分ほどのところにあるということで、はい、これ入館も無料なので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。いやこれだけ我々楽しめるんだからね、はい、大人から子供まで楽しめそうです。続いてはインフォメーションです。松井さん。はい、魅力まるごと今時埼玉スタジオ見学会のお知らせです。見学会では番組収録中のスタジオもちろん、出演者やコバトン、埼玉っちとの記念撮影、普段は見ることのできない番組制作の裏側をたっぷりとご覧いただけます。ほとんどこの時期来ましたね。毎年ですね。日程は8月2日と16日の2回あります。埼玉市裏区のテレビ埼玉で午後4時からスタートします。はい、対象は小学生と保護者の方で1回につき5組10人程度とさせていただきます。応募が多い場合は抽選となりますのでご了承ください。見学のご希望の方、必要事項を記入の上7月13日金曜日までにご応募ください。私たちと楽しい夏休みの思い出を作りましょう。詳しくは県のホームページをご覧いただくか校長広報課までお問い合わせください。続いてはプレゼントです。金井君。はい、熊谷の美味しいお菓子をプレゼントします。僕が雪くまをいただいた三河屋さんの熊谷パウンドなど和菓子と洋菓子の詰め合わせをセットにして3人の方にプレゼントします。はがきに必要事項、番組のご意見ご感想をお書きの上ご覧の宛先までお送りください。締め切りは26日火曜日です。ファックスまたは県のホームページからもご応募いただけます。たくさんのご応募をお待ちしております。